こんにちは、ミニマリストユミです。今日は少しハンドメイドを楽しんだり、夜のお部屋の様子をご紹介します。どうぞ最後までご覧ください。セリアのこのボックスに、キッチンの上の棚にこのティーバッグを入れています。ところが、この無印のトウモロコシ茶、これだけが違和感があったので、今日はこれを買ってきました。かなり飲んじゃったんですけども、これを入れます。こういうボックスに入れるのに抵抗がある人もいると思います。そうしたら、このワックスペーパー、キッチン用のクッキングペーパーなんですね。これを中に敷くといいと思います。今回はこのマーブル柄を使いました。こんな感じで入れていきます。こうやって持ち手を出しておけば、あーと4つなんだなっていうのも分かっていいですね。はい、入れました。いい感じです。お、いいですね。今お部屋はこんな感じです。今日はマスキングテープとレースペーパーなどを使って、雑貨をちょっと模様替えしていきます。マスキングテープとレースペーパーを使いました。白い鉢にはマスキングテープ、奥にはクッキングペーパー、ワックスペーパーを巻きました。白いのはペーパーレースです。こっちにもマスキングテープですね。奥の大きな黒い鉢はイケアのもので、もう5年飾ってます。今日はペーパーレースを貼ってみました。セリアの棚の縁にはレースシール、それからマスキングテープ、レースペーパーを巻いて、とっても可愛く仕上がったと思います。雑貨屋さんみたいでしょ。こういう飾り気のない紙袋をもらったりすることってありますよね。これにちょっとだけおめかししていきます。レースペーパーを使って可愛くしていきます。こういう感じでホチキスで留めちゃうだけです。こんな風に出来上がりました。マスキングテープってもし曲がっちゃっても簡単に外せるので便利です。それから両面テープとかを使ってなくて、ほとんどレースペーパーはホチキスで留めてます。こんな風にです。レースシールもあと残りちょっとだったので、他のことに使い回したいので、こうやってシールの部分は剥がさずにホチキスで留めてます。これは16枚で100円の画用紙に今日使ったレースペーパーを貼ってみました。画用紙にペーパーレースとマスキングテープとフェイクグリーンで、こんな風に簡単に飾りました。以前4年間雑貨屋さんをやっていたんですけども、空いている時間はずっとこうやってハンドメイドを楽しんでいました。1万点のものを手放した後は、こうやって今大好きなものに囲まれています。こんばんは、夜のお部屋へようこそ。夜はコンタクトレンズ外しちゃうんですけど、これ先週買ったばっかりで踏んづけちゃって壊れちゃったんですね。ゾフで買ったんですけど、30分でできて1万円でした。一番安いのは5000円だったんですけど、これ強度がすごくこう高い、すごい壊れにくいやつで、ビヨーンってなるやつで、また壊しそうなので、ちょっと高いの私の中では買いました。やっぱりちょっと外します。お酒は家ではなるべく飲まないようにしてます。これはアルコールフリー、なんて言うんだっけ、ノンアルコールで、私ノンアルコールでもビールでも氷を入れて飲むんですけど、買い忘れちゃって半分しかないです。この音を聞いてください。猫が鳴いてます。ビール本当は飲みたいです。でもノンアルコールでも大丈夫です。雰囲気が楽しめます。耳開いて、耳開いて、開いて、はい、耳開いて、開いて、開いて、すいません、無理に抱っこしようと思ったら大変なことになっちゃった。耳、痛いな、本当に痛いよ、ね、痛い。どうして凶暴なの、そんなに、ね、凶暴なんじゃないの、すごく凶暴なんじゃないの、
ねえ、みんな凶暴だよって言ってるよきっと。あ、いやいやいや、なんだよ、痛いな、本当に痛いっつっての、痛い痛いな、本当に痛い痛いだよ、それだと。そうでしょ。この部屋築30年以上でものすごく古い家で狭いんですけれども、昼よりもこうやって夜間接照明にするとすごい綺麗なんですよ。これも綺麗じゃないですか、ものすごくね。なんか余ってるこのグリーンとか勝手に入れ込んじゃってるんですけど、こんな照明みたいな感じですごく素敵です。いいですね。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録って赤い文字があります、そこをポチッと押してみてください。できるだけ毎日更新しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミニマリストユミでした。バイバーイ。これ本物みたいですよね。でもセリアの100円のフェイクなんですよ。すごい作りですね。私はこの鉢にマスキングテープを貼っていました。それを変えてみますね。